赤柱。本来木の生えていた方向とは逆さまに建てられた柱が逆柱になると言われ、逆柱のある家では柳が起こる。火災や不幸を招いて家を衰退させると古来より忌み嫌われてきた。石燕はこの逆柱を逆さに這い出す木の精霊のように描いている。江戸時代中期の浮世草子、西閣織留によれば、京都六角堂の前の家にはこの逆柱があり、毎晩梁が崩れるような音が耳に響いてくるので、住んでいた夫婦はついに引っ越してしまったという。また、小田原の商家では、祝い事の最中に、という声が聞こえてきた。声の主を探し出すと、座敷の柱で、それが逆柱だったのだという。源氏物語のパロディーとして書かれた、偽紫田舎源氏では、逆さ柱のある家や、胸着の下に伏すときは、大人も怯ゆるものじゃとやら、とある。宮城県氏では、姫松村の万吉という男が家を建てたが、夜な夜な梁の方から、万吉よ、苦しい、悔いはせ、と、うなり声が聞こえてくる。眠ることもできず、祈祷師に見てもらったところ、家の大黒柱が逆さに立てられておる。というので調べると、まさにその通りであった。万吉は家を建て直し、お祓いをすると、何事も起こらなくなったという。この話は、漫画日本昔話、万吉や首外せの原話だと思われる。20年間コツコツと金を貯め、夢であった自分の家を建てる万吉であったが、最後の一本の木材を買うお金が足りず、墓として使われていた木を盗んで、墓に書かれた経文を削り落とし、柱にしたが、夜な夜な、万吉は食いませと声が響き、柱には経文の文字が逆さに浮き出してきた。万吉は恐ろしくなって柱を墓に戻したが、しまいには家が崩れ落ちてしまったという話である。さすがに墓の木を使わないにせよ、人は土地を開いて木を切り柱にして家を建てる。最後の骨組みを完成させるときには胸上げ式をして、家の神大工の神を祝い、家を支える主柱を大黒柱と呼び、家の主もそれになぞらえる。そして人は神々を柱と数える。古の人々は木に畏敬の念を払い、家を敬ってきたのだ。柱の上に据えられる胸木は、いわば家自体の首であり、主の首であり、神の首である。柱が逆柱であるために、その首を外せというのは、なんとも恐ろしい話である。
一方で意図的に建てられた酒柱もある。日光東照宮陽明門の魔除けの酒柱である。陽明門には12本の柱があり、そのすべてにグリモンが彫られ、その文様が獣の顔に見えることから魔除けの効果があるとされている。その中の一本が逆さまに建てられているのだ。これは建物は完成と同時に崩壊が始まるという伝承から、あえて柱一本を逆さにし未完成のままとして崩壊が始まるのを防いでいるのだという。つれづれ草にはこんな話がある。薄物の書物の表紙はすぐに傷むので困る、とある人が言った。するとトンアという僧が、薄物の書物は上下がほつれ、螺鈿の軸の巻物は貝が落ちた後こそ味わいがあってよい、と言った。これは素晴らしいことだと思う。継ぎはぎの形の揃わない書物などを見ると人は見苦しいというが、こういう僧図という僧も、物を必ず人揃えに整えようとするのは愚か者のすることである。不揃いこそ味わいがあるものだ、と言った。これも大変素晴らしいことだと思う。すべて何においてもみな、ことの整っていることは悪しきことで、やり残した部分を残しておくことは面白く、長生きの秘訣でもある。天皇の住まわれる内裏を作る際にも、必ず作り終わらない場所を残すことである。と、ある人が言った。だから、先見の作った仏典や、それ以外の書物にも、商談が欠けているところがあるのだ。とある。いにしえの人々は、酒柱を恐れる一方で、不揃いな様をめでて、逆さに立てた柱にまじないをかけ、永遠への願いをかけたのである。多様性の求められる現代の我々にとっても、何か大切なことを伝えているような気がする。